環境哲学とは自然環境やそれに関する問題を扱う哲学の一分野である。人間と自然のと関係、人間が自然に対して行う行為の責任やそれに対して自然が持つ権利、自然の価値といったことを論じながら最終的には人間と自然がどのような形で環境問題を解決していくべきかということを考える。 倫理学の一分野として始まった環境倫理学が論じられていくうちに環境問題が社会問題化して全人類共通の課題として考えられるようになり存在論、認識論、社会哲学の面からのアプローチが加わって発展し始まった哲学である。従来の哲学が日常生活の中ではほとんど現れないのと同様に環境哲学という言葉もこれだけ環境問題が クローズアップされるようになっても現れない。一方、平易なところから導入されるエコロジーといった考え方が一般的にも広く知られるようになり、こちらは環境思想として様々なところで論じられるに至っている。環境哲学も環境思想も根本的に相違はなく目指すところは同じであるが、前者は哲学のように決まった形でのアプローチが多い一方、 後者は自由な発想が見られる点が大きく異なる。ありがとうございます。